ヒルワ選手にとって厄介クラスの初戦となるこの試合、果たしてどのような戦いになるのでしょう。先ほどのようなエキサイティングな試合になるのでしょうか。期待しましょう。では始め。前を伸ばしてるっすね。そう、ドラドは変化系と具現化系を併せ持った念能力者です。いくらキルアさんでも間合いが違いすぎるっす。確かに。キルア選手呆然、このままでは危ないぞ。これは強烈、直撃っす。大丈夫、キルワ君の点は損なわれていない。持ちこたえましたよ。あ、ドラド選手攻めます。キルワ選手動かない。キルワ怪しい。ドラド封じかぶる。ドラド KO、 勝者キルワ。厄介においても瞬